さあ、皆さんこんにちは。じゃあやりましょうか。無痛分娩の説明会ね。じゃあ早速始めましょう。これちょっと見えますか。赤ちゃんはね、2つのルートでしか出られないんですよ。下から生まれるか、お腹が切って出るしかない。これは太古の昔から人類が行ってきた方法で、帝王切開っていうのは、まともにお腹を切って赤ちゃんが元気で出せるという状態になってからまだね、百何十年しか経ってないですよ。それこそ200年ぐらい前はまともにできなかったんですね。だから当時は帝王切開でしか埋めないような母児は全部ダメになってるんです。でそこでまともに帝王切開ができるようになってから世界の人口が爆発してきた、そういう歴史があるんです。でこの考え方は、女性は傷を負って母親になる。経膣分娩なら産道に傷、帝王切開なら下腹部子宮に傷、どっちの傷がマシですかという面があります。で一般にはこっちの方がダメージはきついです。ただこの経膣分娩で産道に傷が入って、例えば腸の方向に裂けちゃうとか、そういう人も出ますから、人によっては帝王切開の方がベターだという人も出るわけ。それを検診の中でよく見ていくんですよ。で全国の帝王切開率平均は今大体 20% ぐらいです。結構少なくないんですよ。だから5人に1人ぐらいは帝王切開で、医療機関、我が国の例えば産児医療機関、周産期センターとか大学病院とか、そういう施設で合併症を持っているような妊婦さんはやっぱりこれが高いです。で私たちみたいに合併症がないか、あっても落ち着いている方ね、そういう方はまあ、そんなに高くはないです。ここで大体 10% 余りの帝王切開率ということになります。でまずですね、経膣分娩っていうのは大きく分けるとこの2つなのね。自然に陣痛が来て赤ちゃんが出てくる、これが自然分娩ね。でそうなる前に日にちを決めて誘発する、誘発または計画分娩、手を加える分だけ少しはリスクが出るわけです。で、どういう方が無痛を求めるかというと、一つは痛みに弱い人、パニック状態になる人とかね、結構いますから、でストレスでパニックになるようにしてるから、ネットで調べてね、それでこう検索していらっしゃるとか、そういう方もいらっしゃるし、あるいは最初の出産が大変だったっていう経産婦さん、この中にいます、経産婦さん。ちょっといらっしゃる。最初のお産が大変だったっていう経産婦さんが、でママ友達とかに聞いて、口コミで聞いてね、これ楽だよって聞いていらっしゃる人がいます。あと計画を綿密にやるとね、結構遠方からも出産できるんですよ。待機入院ね、お産が近づいた時に入院を待機してもらって、ホテル側に使ってもらったりとか、延長したりとか、いろんなことができますから、そういうきめ細かくやると遠方からでも計画分娩ができると、そういう特徴があります。ではどれぐらい痛いかこの表現なんですけど、骨の痛みなんですよ。直径10センチの頭、石みたいな岩石がですね、ぐり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 と回って降りてくる。これね、たまんないんですよ。前の恥骨とか後ろの仙骨、横の腸骨、座骨、股関節、こういうところがですね、骨の痛みとして感じられる。骨折の倍ぐらい痛いって言われてる。折った経験がある人は分かると思います。むちゃくちゃ痛いです。絶叫してもおかしくない。でこれを緩和できないかって言って研究されたのが麻酔による出産です。で麻酔っていうのはね、昔からあるんですよ。植物で幻覚作用を起こすとか、あるいは意識を失うものがありますから、そういうものを飲んで医療行為っていうのはもうね、1000年以上前からやってるんです。ただ分娩に麻酔を使ったというのはまだね、200年ぐらいしか経ってません。1800年代にエーテルとかクロロホルムっていう揮発性の麻酔薬があったんです。それを吸い込んで妊婦が意識を失った状態で出産したという、そういう文献が残ってます。で我が国の、麻酔を使った出産の第1号、文献的な第1号と言われているのは文人の与謝野晶子ですね。与謝野晶子さんというのは子供が たくさんいて、確か5人目の子供だったかな、1900年代の初めぐらいです。5人目の子供を麻酔を使って出産したっていうのはね、エッセイが残ってるんですよ。ちゃんと文献があります。これが我が国の、記録として残ってる麻酔分娩の第1号、これが110年120年ぐらい前かな、そんな感じになるんです。
でそれからずっと歴史がたどって今はですね下半身麻酔です。これはこの戦後ぐらいから出始めたんですけども、だから70年ぐらいの歴史しかないんですけども、下半身だけの麻酔で上半身の意識はしっかりしてる、これが今の麻酔分娩の主流です。和痛分娩っていうのが聞いたことあるかもしれません。和痛っていうのはね、どっちかというと笑気ガスとか痛み止めの麻薬とかを使って、それでこう少しこう朦朧とする感じでやるんで、それとはまた違う。今の主流はこっちです。これがほとんど今行われてる。でこれのポイントはね、8、9割痛みを取ることができる。言い換えれば痛みが残ってます。残ってるから生まれてきたことが分かるし、生き出す力が出るんですね。もし仮にこれ 100% 取ったらどうなるかっていうと、感覚はなくなるんですよ。感覚はなくなる。生まれてきたことが分からない、生き出す力が出ない。それじゃ、ね、お産ができないんです。で計算婦さんはね、この実感がすごくよく分かる。痛みが10分の1ぐらいになりますから、だからすっごい楽ですとおっしゃるんだけど、初産の方はこれ自体が痛いと感じる人いる。実際あったんですけど、産んでみたらね、3500ぐらいあって、でどうでしたって聞いたら、痛かったですと。でその後傷縫ってるでしょ、今これ痛いって聞いたら全然痛くない。だつまり麻酔は完全に効いてるのにもかかわらず、痛かったのはこれが痛かった、つまり実際の産痛は10倍あったんですよと言うと、皆さんびっくりします。そんな痛いんですか。だから痛みがなくなるというのはね、誤解を生みやすいんだけど、ゼロにはならないです。ここは理解しておいてくださいね。10分の1ぐらいになると、そういう感覚で、すごく楽な部分が大きいんです。体力の消耗が少ないんですよ。だ時間的にもやっぱり早めに生まれるケースが結構多いです。で例えば朝お産を仕掛けて、で初産の方で夕方生まれるケースが多いですね。でまさに計算婦のスピード、昼からお産、午前中に例えば計算婦さんでやってみると、昼過ぎに生まれたりするのね。で 2,3 時間で麻酔は取れますから、もう夕方には元気で歩けるんです。で美味しい晩ご飯を食べるの、そうするとね、やみつきになるんだよ。こんな楽な出産はない、計算婦さん特にそうなの。でただですね、それだけではない問題があるんです。それは何かというと、陣痛まではやめちゃうんですよ。ここが問題なんです。麻酔をガンガン使って痛いから使ったら、陣痛もこれ押し出す力ですから、これ自体も弱くなっちゃう。そうすると痛くない代わりにお産が進まないんです。でそれじゃ困るんで、陣痛促進をしなきゃいけない。ここは難しいんですよ。使ってるのは脳から出るオキシトシンというホルモンをアンプルに生成してあって、点滴で薄めて、それでちょっとずつ入れていくんですけども、これが体内に入りすぎると陣痛が一気に強くなりすぎる。これは危険なんです。だからそうならないように、具体的にはですね、点滴にビタミン剤で色をつけといて、どこまで入ったか見えるようにしといて、輸液ポンプというポンプにつないでストッパーで止めるんです。で中でこうローターが回ってちょっとずつ押し出していく、で少量ずつ入れていくと、そういうポンプってのがあるんですね。そういう精密のポンプを使って少量投与で慎重に見ていくと、これ助産師さんがつきっきりで管理します。これ非常に気を使うところで、助産師さんをトレーニングして経験積んでもらってやらなきゃいけない。で麻酔中の監視体制、ドクターは処置とか方針の変換とかいろいろ転換とか、そういったところで顔を出していくわけですけども、普段は監視モニターね、赤ちゃんの心拍数、これをずっとモニターして、で子宮の収縮状態、これをモニターすると。でこれを分娩開始装置って言いますけども、それがずっとフロモニターでついてて、で3階の分娩室に皆さんに装着すると、院内LANケーブルが走ってますから、2階の外来とか5階の医局とかにリアルタイムで状態が流れてると。それを複数のドクターで監視して、例えば陣痛促進が強すぎると、だこれが少し、緩めなさいとか、あるいは心拍が下がってきて苦しそうにしてる、だから一旦これを中止しなさいと、そういった指示を送ります。で介助は助産師がメインで、そして看護師がそれを補助すると。
そういう形でね、人をたくさんしっかり集めて体制を作らないとなかなか難しいんですよ。で、我が国はね、これがね、あんまり得意じゃない。やってることは非常に単純なんです。朝一番に麻酔のカテーテルを入れる処置をするんです。で、膝を抱え込んでもらって、ちょっと見えるかな、ここが下着のラインで、お尻で背中でこっち側に頭が来てますね。で、背骨のと背骨の間に表面を麻酔しといて、感覚を鈍らせといて、一旦麻酔打つとほとんど痛くないですから、で、そこであの硬膜外針という特殊な針を刺すんです。で、針をね、外頭というトンネルがついてる、で、二重構造になってて、硬膜外腔に入ったらその針だけを抜くと外頭が残るんですよ。で、そこにカテーテルを入れて、で、この一番いいところに残して外頭を抜くわけです。で、背中に出ていたこれをピタッと貼って、もう一方の端っこの、にアダプターをつけると、そういう形で準備完了。で、あとはそこを開いて局所麻酔薬を注入するとカテーテルの先から広がっていくんですね。で、下半身の神経をブロックする、正座するとしびれたりするでしょ、ああいう感覚が下半身にじわじわっとくると、これが麻酔です。やってることは非常に単純、技術は必要なんですけども、もうほんのもの数分で終わる処置なんです。で、麻酔のアレルギーを聞く人はいるんですけど、今まで満タンやりましたけど一人もいないですね。あとで統計出しますけど心配しなくていいです。それからカテーテルの先をどこに残すかと、これがポイントなんです。一種の職人芸ですけど、上すぎてもダメだし下すぎてもダメ、この辺がやっぱ経験なんですよね。やってることは非常に単純です。で、どれぐらい世界と違いがあるか、普及率ですけど、アメリカで大体6割から今7割ぐらいかな、施設規模によって違いますけどね。で、フランスはね、ヨーロッパで一番進んでると言われてて、やっぱ8割以上の地域が多いようです。で、我が国はね、正確な統計がなかなかなかったんですけど、5、6年前の調査で全体の回答率が6割7割しかなかったんだけれども、その中ではね 6% かな、普及率はそんなに多くないんですよ。で、最新の情報でも多分ね 10% ないと思います。 8% か 9% かその辺かな。だからそんなにやっぱり普及してない。で、これはですね、やっぱりいろんな要因があるんですけども、5年余り、5年以上前だったかな、無痛分娩のね、事故が報道されたの、記憶にありますか。特に関西方面で母体とか赤ちゃんがちょっと重篤な問題が起こったっていうふうな、結構報道があって、無痛分娩ってなんか危険なんじゃないですかっていう、そういう何ていうのかな、一種の報道が結構盛り上がったっていう、そういう時期があったんですよ。で、これはまずいということで、厚労省が安全な無痛分娩を提供してくださいって言って、反研究が立ち上がって、それでそういうものを提供しなさいっていうふうな、いろんなこの団体が一緒になって、こうその組織が作られたんです。で、それで一生懸命今動いてるんですけど、で、その中核をなすのが日本産科麻酔学会っていう、無痛分娩の学会なんですね。私はそこの理事をやってるんですけども、みんなで協力し合ってなんとか安全に普及したいということで努力してます。で、そういう状況の中で何が問題かです。結局我が国がそれだけ普及しないっていうのは、結局ですね、ここは大事なんですよ。システムが違う。で、日米で比べると非常に分かりやすいんです。結局ですね、我が国では普及しづらい。で、アメリカはね、集約型、一箇所集中です。一箇所で何万件も出産されてるわけよ。だから半径何百キロはそこでしか産めないわけ。で、そこは産科のドクターがずーっとチームを組んで四六時中回ってると。で、産科麻酔を専門にする先生はずーっとついてるわけだから、いつ陣痛が始まってもすぐ麻酔で管理ができると、当然普及しますよね。で、我が国はね、人が散ってるんです。いろんな施設がバラバラにあると、皆さんもお産の施設がいくつか候補があったでしょ。それは人が散ってると。ということは、夜間とか休日の時間外はどうしても人が薄くなってます。
知ってる分だけね、だからお産はいつ起こるかわからないんで、やっぱり四六時中対応はできないと。これが日本の弱いところなんです。だから普及しにくいという話になります。で、アメリカ型がいいかというと、それはそれで大変で非常に不便です。遠方に半径何百キロ遠方に住んでる妊婦は間に合わないとかっていう現象が起こるでしょ。それ大変なんです。だから緊急時はヘリを使うとか、お産の周りの施設に仮住まいを作って住まわせるとか、そんな形で結構苦労してます。まあ不便ですよね、ある意味で。で、我が国は便利は便利、どっかには医療機関があると。まあもちろん国土がそんな広くないっていうのもあるんですけども、ただ安全性に問題があるというのは、時間帯によってやっぱり救急対応がしづらいと。都内でも起こったのはもう10年以上前ですけど、都内でノーマークだった9ヶ月の妊婦さんがね、亡くなった事例があって、それが結構大々的に報道されたんですけど、まあ、重症の脳出血を偶然起こしちゃったんですね。で、それがその、近くに産院があった、周産期センターがあったんだけど、当直体制で産科が1人しかいなくて、すぐ対応はできなかったんですよね。で、そういったことでこうマスコミが結構批判的なことを記事を書いたりして、まあ、臨床のその周産期の現場は一生懸命みんな頑張ってるんで、そんなことはもちろんないようにしてるんですけども、やっぱり人手が薄い状態では安全性は担保できないですよね。だからこれね、両方満たすって無理なんですよ、そもそも。で、その中でお産を考えていくと、まあ普及しづらい中でお産を考えていくという話になるわけです。というところで、今日の一番大事な話、選べる文面として提示できるのはこの2つです。さっきも言ったように、自然に産みたいですか、計画的に産みますかと、この2択ね。で、これを仮に3対7とします。計画的に産みたい人っていうのは、例えばさっき言った遠方から来てる人、それからご主人が立ち会いたいっていう休みが決まってる人ね、それから上のお子さんがいるときに、そのお子さん誰が見るかって結構大事だよね。お産地は見れないから、だから実家に来てもらうとか預けに行くとか、あるいはさっき言ってたファミリールームって言って一緒に泊まることもできるんで、そういう時にご主人とかお母さんね、おばあちゃんにあたるお母さんに来てもらうとかっていうふうな形でやったりするわけです。あとは子供さんの行事が、上の子の行事ね、いわゆる面接試験が、入学式があって面接試験があるとか、あるいは運動会が近づいてる、でそこまでに産みたいとか、いろんな事情のある社会的な計画文明を求める人もいます。あと個室に入りたい人ね、やっぱり今の時代個室がやっぱり非常に希望が多くて、で自然でも入れるんだけど、やっぱり部屋が埋まってると入れないと、計画はそこを抑えることができるということで望む人もいます。で、これはいつ生まれるかわからない。さっき言ったアメリカ式は全部これなんです。いつでも四六時対応できるから。で、これに対して、それぞれに対して麻酔というツールを使うかどうかです。これが自然に産気づいて麻酔を使う、これがオンデマンド無痛と言います。これ30分の20、これ仮にね30分の20で、麻酔を使わずに頑張る、これが30分の10、これ普通の出産です。で、計画的に産みたい人は大体無痛希望が多いので70分の65で、麻酔を使わずに日にちだけ決めて産みたいという人は 5%、 これを全部足し上げると 100% なんです。お分かりですか、そういう話で。今から強調したいのは、これ皆さんどこかには入るはずです。どこかには入る中で、この赤の部分、オンデマンド無痛、計画無痛、それぞれのいい点悪い点です。まずオンデマンド陣痛が来てから麻酔入れる、まあ、いつになるか分かんないですね。で、はい来ましたと。で、その時問題なのは麻酔の条件なんです。満腹で来られたらね、すぐ麻酔できないんですよ。入れるとね、吐いちゃうことがある。で、吐いちゃうとね、気管に入ると肺炎を起こしちゃいますから。なので、まあ、食後満腹状態からだと2時間ぐらいは待たないとダメですね。で、その間お産も進行すると。あとは産痛、この痛みがですね、想定外に痛くて麻酔をかけるさっきの体位が取れない人がいます。痛がっちゃってね、その場合はスタッフが抑え込むんです。今動いちゃダメって言って、で何とか麻酔入れる。麻酔自体が
難しくなるケースもある。あとこれです、お産の進みが早い人、特に最初の出産が早かった計算部さん、これはね、例えば入院してきましたと、で子宮口全部開いてます、あと 2,30 分でお産ですよっていう場合、麻酔はやらない方がいいです。これ麻酔が完成するのはね、やっぱね30分ぐらいは最低ゆったりした時間がないと効かないんですよ。そうこうするうちに生まれちゃうんです。だからお産のスピードが速い人はやってる暇がないと。初産の方もありますよ。初産でもどっちかというと痛みに強いタイプの人なんかは割とこう来てもすごい進んできて開いてきてるっていうケースがありますから、もう頑張って産んじゃいましょうって言って麻酔ができないケースが出てくると、これは了解しておいてください。問題はこれです、陣痛促進、これはさっき言ったように非常に気を使うので、人手が薄い時間帯は使わずに頑張ってください。自然陣痛で産んでくださいという話なんです。これ7割8割それでいいんですよ。ただ 2,3 割は陣痛が弱くなっちゃうんですね。だから促進をせざるを得ない。でその時どうするかっていうと、人手の確保を確かめた上で慎重に促進剤を使うか、あるいは、例えばそれが夜中ですと、そうすると朝になったらスタッフが集まってくると、であれば集まるまではちょっと待って一旦ステイして、そこから促進を再開しようと、そういうケースがあります。そういう形で安全性を担保して、これね、ここが重要なんですよ。麻酔はそれほど問題にならないんだけど、こっちのを非常に気を使うと、その辺は了解いただきたい。これがオンデマンド無痛です。で次、計画無痛、これはね一番皆さん質問多いのはこれです。どのタイミングで出産の日を決めるんですか、どれぐらい前にタイミングで決められるんですかと言うんだけど、答えは簡単です。要するに母児にどれだけ負担がかからないかです。そうでしょ、母児にとって最も安全な、それは一言で言うと陣痛が始まる直前の日中なんですよ。今にも生まれてきそうな直前の昼間に落とし込むと、そうするとちょっと後押しをしただけでお産が進むでしょう。自然に近い計画分娩です。もうこれしかないです。今にも生まれてきそうなところに落とし込まれるということは、言い方を変えれば陣痛促進剤をできるだけ使いたくないんです。促進剤をできるだけ使わずに自然な形でやってあげたいと、これを探すわけです。ところがですね、陣痛がいつ始まるかっていうのを予測するのはものすごい難しい。これ正確に予測できるツールを開発したらね、多分ねノーベル賞もらえるかもしれない、それぐらい難しいんですよ。何月何日から陣痛が始まる、これ分からない、永遠の謎なんです。でただいくつかの根拠があります。それは統計学的な事実、人間という哺乳類は月経から40週、受精からは38週、40週0日というのを一応予定日と設定して、でそれまでにいつ生まれるかっていうことでこういうふうに分けてるんです。例えば36週代まで生まれたら早期産、42週以降で生まれたら夏期産、これは異常な出産です。で37から41週の終わりのこの5週間が正期産で、統計的にはこのど真ん中39週で生まれる可能性が高いんですよ。だから早めに生まれそうな人は38週代、ゆっくり生まれそうな人は40週代という割り振りをしていくわけです。で早産兆候があればもちろん37週もあるし、なかなか生まれそうなケースは41週代ってこういう振り方をするケースもありますけど、ここを中心に振るという話なんですね。これが統計的な考え方で、もっと大事なのはこれです。子宮経管、この子宮の出口ってこう経管って言うんですね。膣の上のこの子宮の袋の下のこの間のすぼまったちくわ状の場所です。ここがガチッと閉まってるんで早産を防いで、でこれはもうガチッと閉まってる状態で早産を防いで、39週までこうなってる、いや35週ぐらいまでなってるんだけど、だんだん36週週数が進んでくるとだんだん開いてきて頭を降りて、これはお産の直前、こうやって劇的に変化するんです。これを成熟って言うんですけども、でこれをね検診の中でよく見るわけで、例えば36週の検診でガチッと閉まってると、
こういう状態見たらね、お産の日は決めらんない。だって無理やりこじ開けるわけにいかないでしょ。痛いし時間もかかるし、で時間ばっかりかかってお産が進みづらい、で挙句帝王切開になるとかね、それじゃ困るんです。なのでこういう状態見たらひたすら待ちましょうと。でさっきここ42週柿産とありましたけども、そこまではしたくないので41週台で、まあ、やってみましょう。そこまで待ちましょう。むしろ陣痛が来た方がいいですよというケースもあります。で例えば K 産婦さんで36週の検診でもうすでに開いてる、こういう人結構いますけども、ちょっと1センチぐらい開いてると、あこれなら先が読みやすいから38、9週で赤ちゃん成熟するから、そこら辺で あなたたちのいいタイミングを決めときましょうと、これ一旦決めるわけです。で次の検診で例えば1週間前ガチガチだった人が結構開いて降りてきた、ちょっと血清の織物も出てる、あこれもすぐにでも入院して明日お産にした方がいいですよっていうふうに予定を前に倒すケースがあります。それから例えば38週の検診で計算部さんでね、まあ、子宮口は開いてるんだけどちょっとまだ早すぎるんじゃないのと、頭の位置も高いしまだ赤ちゃん出たくないんだよと、もう1週間後にしましょう、予定を後倒しにするという、そういうこともやります。そうやって微調整を図る。そうすると結構いい感じで日程が決めできてくると、まあ、7、8割ぐらいは大体それでいけるかな。ただどうしてもですね、やっぱり思い通りにならない、それまでに陣痛来ちゃう、発生しちゃうとか、あるいはその最適な日を思ってても時間が結構かかったりとか、いろんなことはあります。それがお産だからしょうがないんですけど、今言ったように相談するんです。ですから変更の可能性があるんですよ。これ日程をこう決め直すことをリスケっていうでしょ。でこの計画したく計画分娩というものはリスケが当たり前だということを理解してほしいんです。仕事をかっちりやってるご主人さんは計画っていうともう全部段取り決めるんですよね。入院、出産、退院って、その自分の行動も全部決めると。でもね、お産だけはそうはいかない。やっぱり何が起こるか分かんないし、想定外に早くなることもあるだろうし、だから変更の可能性はどうしてもあるんですよ、リスケは当たり前なんですよっていうことを伝えておいてほしいんです。で、帝王切開は別ですよ。帝王切開は切ると決めたらやるわけですけども、下から産むっていうのは非常にそういう意味で難しい面があります。で、平日にキャパシティを決めといて予約制でやります。まあ、38から40週の設定とさっき言った通りです。場合によっては37週とか41週もあるわけですけども、で、初産の方は一応ですね、2日かかるケースがそれなりにあるんで、土曜にお産を組むケースは金曜まで OK なんです。ただ土曜にお産をやらない場合は木曜までに限定してます。ちょっと週によって違うんですね。で、計算婦さんは全部金曜まで OK と、そういう感じで設定をしてます。で、さっきも言ったように初産の場合は特にね、持ち越すケースがあります。これはね、ぜひ理解していただきたい。やっぱお産ってそんな簡単に進むんじゃないから、2日目は十分あり得ると。計算婦さんはほとんどないけど、で3日目ってもまれにはあります。なんとかなりそうだったら3日目いけたねっていうケースもあるのはあるけど、それ以上は引っ張ることはまずないですというところです。で、今度オンデマンド。オンデマンドは始まったら入院すると、でそこから麻酔を入れていくという、全く日程が読めないって話で、考え方として入院されてからは麻酔を入れるでしょ。で、場合によっては破水を起こす、陣痛が良ければ促進するということで、いろんな手を加えますから、依頼書を必ず提出してもらわなきゃいけません。これはお願いしてます。日にちは決まってないけども一種の計画もない、純粋な自然分娩は何にも手を加えないということなんで、それを理解しておいてください。で、そうやって待ってるとよくあるのが先に破水しちゃうという、これ前期破水と言いますけど、この場合はね、感染予防のために必ず入院が必要なんですが、陣痛が来てないからいきなり麻酔はやりません。待機します。そういう形でやっていく、これがオンデマンドでよく起こるパターンです。ということで、じゃあどういうデメリットがありますかという質問があると思うんですけど、大きく分けるとね、まあ3つぐらい集約される。で、一番問題なのはこれです。麻酔で陣痛が弱くなるということ、これ結構重大な問題なんですよ。それと、
帝王切開率、これはねどの教科書を見ても麻酔によっては増えないと。でただし機械分娩、あの鉗子とか吸引で引っ張るという陣痛が弱くなるからね、どうしてもやっぱりその確率は少し上がってくると。これはもうしょうがない。それとね、あんまり教科書に書いてないんだけど、これが結構大きいんですよ。要するにうまくやるとお産がすごい激烈な痛みを抑えられるわけよ。で問題はですね、その麻酔中は足の感覚が少し鈍くなる、だから歩きづらいわけ。それから尿意もなくなってくるから、お小水は助産師さんが解除します、管を使ってね。でお産が終わるでしょ、そうすると麻酔を切らなきゃいけない。で切ることによって歩き始める、2時間も経てば歩けるし尿意も出てきて持尿が出ると。これがですね、麻酔を切ってしばらく経ってくると今度はね傷の痛みが襲ってくるんですよ。今まで全く傷を縫っても痛くない、ところがですね麻酔を切ってしばらくするとズキ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 痛んできて、翌日の診察で痛い痛いと。で私は無痛でやったのになんでこんな痛いんですかと言われるんだけど、これ誤解なんです。それは抑えられませんよと。その痛みをカバーしようと思ったら延々と麻酔を使い続けることになります。それはイコール動けないです。お小水も自分で出せないです。でどうやって授乳するんですかと。でしょ、だからこれは我慢してもらうしかないの。最初に言ったように女性は傷を負って母親になるんです。だからそこだけは誤解のないよね、ここは頑張って痛みを耐えましょうと。でそれでそのあなたたちがお母さんになった、つまりお母さんそれだけ痛みを持って自分を産んでくれたということを実感するわけですね。でこの痛みが怖ければ普通の出産をしてみるんですよ、麻酔を使わずに。そうするとこの痛、普通の正常の普通の自然分娩が痛いのでこの痛みは大したことないんですよ。つまり逆転しちゃうんです。これ結構あるんです。だからそこは皆さんぜひ理解していただいて、あとも痛みは頑張って耐えてねと、痛み止め使いながら耐えてねということを了解しておいてください。こんな感じですけどよろしいでございますか。はい、では終わります。どうも。